ジャニーズ内の権力闘争キンプリヘイヤー仕様の仕事がスノーマンメグロハスのものにファンの怒りが爆発。こんにちは、ジャニーズエンターテインメントのファンの皆さん。今回は、キング・リンチェ・プリンスの最新情報についてお伝えします。マップス。 平野紫耀、岸ユ太、神宮寺ユ太タの3人がジャニーズ事務所を脱退したことは、すでに多くの人が知っていることかと思いますが、その後の出来事がファンたちの間で大きな波紋を広げています。先日、日本テレビ系のバラエティ番組、ニノさんにおいて、脱退した3人のメンバーの映像がカットされたという情報が入ってきました。 この番組は、ジャニーズ事務所の先輩である嵐の二宮和也やセクシーゾーンへの菊池風魔がマックを務め、ゲストとの名場面を振り返る総集編を放送するものでした。 地上波では平野市洋が合気道を体験する場面や、岸優太が自宅で料理をする場面が放送されましたが、驚くことに動画配信サービスフールでは、二人が登場するシーンが丸ごとカットされていたのです。このカットされた映像について、ファンたちは大いに憤慨しています。特に、 TV アロという別の動画配信サービスでは、地上波通りに放送されたため、フールーでのカットは不可解に思えたことでしょう。TV アロを放送後1週間で配信が終了する一方、フールー派3人の退場後も動画が残るため、ファンたちは、早くも締め出しですか、との疑念を抱きました。一部のファンは、 これが藤島ジュリー稽古会長の嫌がらせではないかとまで言い出しています。さらに、平野潮の誕生日には、スノーマンのメグロハスが冠番組のゴールデン進出が発表されたことが、ファンたちの怒りをさらに燃え上がらせました。以前、メグロハスがヘアケアブランドの新 CM に起用された際にも、平野潮と同じブランドと知り、ファンたちは、 平野の仕事がメグロに取られた、と怒り狂ったことがありました。平野は同じブランドの別商品で企用を継続していますが、脱退後はメグロ連だけが CM に出演する可能性が高まっています。これにより、ファンたちの怒りはどんどんエスカレートする可能性が高まっています。このような出来事が続く限り、金プリファンたちの反発は収まる気配がありません。 ジャニーズ内での権力闘争や陰謀説が浮上している中、ファンたちは今後の展開に注目していることでしょう。結論。ジャニーズエンターテインメント内部での出来事がファンたちの間で大きな注目を集めています。キング、リンチェプリンス。 の、脱退組のメンバーがテレビ番組からカットされたことやスノー、ノーマンメグロハスが平野仕様と同じブランドの地 CM 起用されることが発表されたことによりファンたちは激怒しています。これらの出来事がどのような影響を及ぼすのか、今後の展開が非常に注目されています。ジャニーズファンの皆さん、最新情報には引き続き注目しましょう。読者への挨拶。 ジャニーズエンターテインメントのファンの皆さん、こんにちは。今回の記事では、キンプリメンバーの脱退に関する最新情報をお伝えしました。ファンの間で話題となっている出来事について詳しくご紹介しましたが、今後の展開にも引き続き注目が必要です。ジャニーズの世界は常に動き続けており、ファンの皆さんにとっても気になる出来事が多いことでしょう。 新たな情報が入り次第、またお伝えする予定ですので、お楽しみにしていてください。ありがとうございました。